最初コロナ情報を、はい、はい、この豪雨って、あの、なんて、何豪雨って言うんですか？令和2年。時刻は10時を回りました。 FM ギノワン防災防犯番組ライフサポートラジオをお送りします。お送りするのは FM ギノワンスタッフ田辺由紀です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は地域の防災防犯意識の向上を図り、いざという時において冷静的確に行動ができるよう情報発信することが目的です。できる限り地域に根ざしたさまざまな情報をお伝えします。この番組ではご意見ご感想も受け付けております。防災防犯に関する豆知識、日頃から心がけていることなど些細な情報でも構いません。メールアドレスは797@fmginowan.com、数字の797@fmginowan.com。 FM ギノワンでは YouTube ライブとツイキャスで映像と音声を配信しています。そしてサイマル放送リスンラジオでも聞けます。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがあります。スマホでお聞きの方は無料アプリリッスンラジオ、こちらより全国のラジオ局から FM ギノワンを選曲しお聞きください。ではまず最初はギノワン市のお知らせです。ギノワン市の新型コロナウイルス感染者状況について健康増進課よりお知らせです。報道にもありますように普天間基地内で新型コロナ感染者が確認されております。沖縄県からの情報は普天間基地内感染者数71名、7月14日時点で71名となっております。市民の皆様には引き続きこまめな手洗い、熱中症予防しながらのマスクの使用、換気、3密の回避など感染症予防対策をお願いいたします。体調不良を感じ新型コロナと思ったら速やかにコールセンターや医療機関にご相談くださいますようお願いします。沖縄県新型コロナウイルス感染症相談窓口は電話 098-866-2126、 098-866-2129、 24時間対応となっております。電話番号のかけ間違いが増えております。再度電話番号をご確認の上お問い合わせください。また沖縄県における新型コロナウイルス感染症発生状況及び在沖米軍基地内における発生状況については沖縄県のホームページをご覧ください。
以上、宜野湾市健康増進課よりお知らせでした。では CM の後は、今日は気象予報士のケラさんにお話、豪雨についてお話を伺いたいと思います。ライフサポートラジオをお送りしております。それではここから気象予報士のケラさんとお送りします。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。月1来ていただいてるんですけど、1ヶ月早いですね、はい、そうですね、あっという間に、はい、あっという間ですね。季節がまた変わってますけれどもね、はい、まあ、梅雨明けして、なんですが、ちょっとですね、あんまり沖縄例年よりは夏っぽくないかなっていう。あー、今日は梅雨みたいな感じですね。そうですね、今日は梅雨みたいな感じで、また今日から3日ぐらいぐずついた天気になるようですけども、ちょっと太平洋高気圧が今年弱いようでして、張り出しがあまりない、西の方に本当張り出すんですけど、それがちょっと弱くて、湿った空気が入りやすくなってるようです。はい。ああ、そうなんですね。そうですね、はい。まあ、一応高気圧の範囲内ではあるんです。なので、まあ、すごい夏っていう日もあるんですけど、こういうふうに時々梅雨に戻ったかなっていう感じの日もありますね。自分知り合いはまだ梅雨明けしてないんじゃないかっていう人もいます。あ、沖縄ですか、はい、まあ、梅雨明けしてると思っていいかと思うんですけど、はい、まあ、こういう日もあるんだなっていう、ちょっと珍しい夏だと思います。はい。あ、じゃあ一応そのように いつも雨が降りがちなんだなとは、じゃあ覚悟しておいた方がいいですかね。そうですね、時々こういう日があるようですね、今年は。はい、分かりました。今ね、季節の花とかよく写真撮られてるんですけど、はいはい、さっき見せていただいたのは、はい、昼顔ですか。そうです、はい、軍配昼顔っていう、軍配昼顔、私あれ大好きです。綺麗な写真をね、 Facebook にも上げたので、ちょっとよかったら、はい、FM 宜野湾の方ね、 Facebook も見てくださいね。これ宜野湾で撮りました。おー、あれ海辺に、海辺に咲くお花ですね。今咲いてます。これ撮ったのは、ヤクルトの裏です。はいはい、おー、あんなにいっぱい咲いてました。咲いてますね。あと宜野湾マリーナの外側の堤防のところにも咲いてますんで、はい、ぜひそっちが見やすいと思うんで見に行ってください。外側の堤防、あの辺砂じゃなくて、砂のとこありましたっけ。砂じゃなくても結構行けますね、あれ。はい、岩みたいな、まあ、人工的な岩なんですけど、はいはい、そこの隙間から生えてますんで。あ、はい、これね、じゃあこれ今の季節のもお花ですね。お花なんですか。はい、へえ。那覇市立森の家みんみんにいつもはねいらっしゃるんですよね、北さん。はい、はい、こう。お花とか詳しいんですね。どうですかね。めちゃくちゃ詳しいと思います。一応。はい。で、はい。わかるものはわかります。ね、ちょっとそういう話もしながら、はい、でやっぱりでも気になるのが豪雨なんですけどね、はい、今日は豪雨についてどういうことで起こっているのかとか、はい、またどう対策をね、どういうふうにしていったらいいのかというお話を伺いたいと思います。はい、まず今回の豪雨がですね、九州
を中心に起こった豪雨ですけど、令和2年7月豪雨という名前がついてまして、はい、大変な被害が出ました、ちょっと熊本なんかではですね、気象庁の予報をはるかに超えた雨が降ったようです、うん、で映像なんかでも見ました、 SNS とかでも流れてますけど、川の氾濫ですとか、はい、すごいもう怖い感じで出てますね、うん、こんなに降るっていうのは多分予想してなかったんですけど、あ、すいません、はい線状降水帯とかですね、いろんな表現あるんですけども、うん、まあ、梅雨前線の影響ですね、うん、ちょっと梅雨前線がすごい長い間同じところにとどまっていて、そこにですね、暖かく湿った空気が入ってきて、すごい雨になったっていうことですね。うーん、なんかもう同じところにとどまって動かなかったんですか、はい、それが。そうですね、空気が流れてくる、まあ動かないっていうとなんかずっと同じって思うかもしれないですけど、まあ雨を降らしてっていう、同じようなこの空気の流れが同じようなところにあったっていうふうに考えた方がいいですかね。はい、いや、あんなにもうひどくなるんだなってびっくりしたんですけど。そうですね、50年に一度とか言われてますよね、うん、それで気象庁は特別警報っていうのを出しました、これがですね、50年に一度と言いながら運用開始が7年で16回ですかね、今まで出てます。あ、やっぱりよく聞きますよね、このフレーズよく聞くなと思って。よく言われますね、去年もこれ聞いたんだけど、うん、毎年のようにう毎年聞きますよね、はい、なので50年に一度だから、先ほど田辺さんおっしゃってましたよね来年はないんじゃないかと思う。そう、そういう言い方されると、そうですよね、あ、もうこれでしばらくはないんだ なみたいな印象なんですけど。そうですね、地震とかもそうですもんね、うん、70年に一度とかで一回来てしまえばもうしばらくない、うん、でもそういうふうに考えるんではなくて、この毎年のようにあるので、うん、なんていうの、運用で7年間で16回ですから、はい、もう毎年のようにあるわけですよ、この50年に一度が。16×50 は、はい、何百年に何回のみたいな。そうですね、50年に一度っていう言い方はこれ希望的にそういうふうに言うんですね、そのぐらいのすごい規模のものが来るんだよっていうことで、あんまりこの年間隔はもう気にしない方がいいですね。今そういう時代なんだっていうふうに考えた方がいいかもしれないです。じゃ、言葉通りじゃなくて、はい、規模のことをちょっと言ってるだけで。そうですね、はい、なのでこういうことは起こりうるんだっていうふうに、思ってた方がいいかと思います。で、この梅雨前線期に起こってることが非常に多いんですね。この特別警報が出てるのも梅雨前線期が多いです、はい、なのでこの梅雨時になるとすごい雨が降るのかなっていうのはもう意識した方がいいと思いますね。あ、はい、でその場合どうするかなんですけど、特別警報が出ましたっていう時には、はい、やっぱり対処の仕方があるので、これ気象庁のホームページにあります、解説っていうところを開けていただくと、多分一番上に今出てると思いますね、警戒レベルのお話とかですね。あ、気象庁のホームページにね、はい、解説、知識解説っていうところがありますね。はい、多分真ん中の一番上に出てるんじゃないですかね、はいはい、もう多分最優先として考えてるのかなと思ったんですけど、はい、ここにですね、警戒レベルの説明とかがあります。あ、なので、こういうのを日々ですね、読んでおくと、危険を感じないと読まないですけどね、こんなの。でもちょっと意識して防災とかですね、ふと思った時に読んでいただくといいかもしれないですね。でもこれ本当にいざっていう時に読んだら判断ちょっとしづらいと思うんですよ、はい、普段から見てないと。そうですね、気象予報士は見てるんで大体こんなの、はい、いいんですけど、皆さん普通の方は見ないですよね、で、警戒レベル5ですなんて言ったって、はい、それは何なのか分かんないですよね、もう。でもこの前この警戒レベル5で黒色が出てたんでびっくりしました。これはもう出た場合はもう手遅れっていう最大級ですよねはい、そうですね、はい、それが出てるわと思ってびっくりしたんですけど、自分は。なのでもうこれが出たら、避難するとかですね、ここに書いてあるのがですね、人命を、この
最優先に考えて行動してくださいということが多分書いてあるかと思うんですけども、はいはい、もうすでに、何らかの災害が発生している可能性が極めて高いので、はい、命を守るための最善の行動を取ってください。そうですね、そういうふうに書いてあるかと思いますけど、はい、最善の行動を取ってくださいなので、うん、基本的には皆さんでやるっていうことです。そうですね、はい、そういう意味ですよね。個人で、ちゃんと考えて行動してくださいという意味ですね。気象庁はですね、うん、実際の人命救助はしません。それは業務ではないので、うん、ただですね、情報を提供することはできますし、はい、それで危険を告知することはできるっていうことなので、うん、そういう利用の仕方をしていただきたいですね、うんうんうん、情報は。でまあ、これを受けたときに、じゃあ自治体はどういうふうに対応しているのかとか、そういう情報もですね、同時に得るといいかと思います。避難勧告が出ている場合はですね、その指示に従う、とかですね、あとまあ避難所はどこなのかっていうのは、まあ、日頃からですね、押さえておいて、そこに行くなりっていうふうな行動を取っていただきたいですね。気象庁は割と早くからこう予想されて、それをこのホームページで発表されてるじゃないですか、はい、だから本当に早めにチェックしたいですよね。早めに、そうですね、チェックしたいですね。この梅雨前線がかかるかなとか、多分ニュースとかですね、インターネットなんかでも、そういうのが出てくると思いますので、早めに出てくると思いますので、そういう時に情報をなるべく早めに得るようにしてください。はい、なんか普段の毎日の天気予報は、まあ、朝とか前の日の夕方とかに皆さんチェックすると思うんですよ、はい、その時ついでにちょっと時間があったら、そうですね、見ていただくといいかと思います、ね、見るとかね、はい、まあ、テレビなんかだともしかしたらその明日の予報の時に言うかもしれないですね、はいはいはい、すごく雨が降る可能性がありますとか、そういう時にまたさらにですね、この気象庁のホームページとかをチェックしていただくと、よりいいかと思います。これちょっと先の情報を見るときは、はい、ホームページの防災情報とかですか？防災情報に出てるのは警報とかですね、注意報なんかが出てると思います、はい、それももう先の予報になりますよね、うん、そういうのを活用していただいてもいいですし、あと、天気予報を開けていただくと、はい、その日の概況っていうのが出てますんで、はい、そこで例えば夕方までの天気の注意点とかが出てますんで、うんうんうん、そういうのを見ていただいてもいいかと思います。例えば今日でしたら夕方に豪雨があるっていうのが多分書かれてると思います、はいはい、そういう時にまあ行動をどうするかですね、外出を控えるとかですね、まあ、夕方までに買い物行っとこうかなとか、うん、洗濯済ましとこうかなっていうところからですね、まあ、もっとひどい場合は避難しなくちゃいけないのかなとか、そういうことまで考えていただけるといいかと思います。うん、下の外境まで読んだ方がいいですね。そうですね、一番上にね、まあ、晴れとか曇りとかは出てるんですけど、はいはい、雨量、降水確率とかね、はい、下の方行きますと概況で詳しく書かれているので、そうですね、この雨の原因が何なのかっていうのも大まかに書かれているので、はいはい、読んでいただけるとだんだんお天気のこと分かるかと思います。はい、でもこれ朝チェックして、そういう夕方今日は降るんだなとかいうのはまだいいんですけど、はい、この災害起こるの大体なんか夕方とか暗い時とかが、はい、怖いですよね。予報を発表するのが午前11時と午後17時、午後5時ですね、うんうんうん、なのでその夜とかの予報は午後5時以降に見ていただけると出てるかと思います。これもちょっと覚えておくといいかと思いますね、うんうん、例えば3時に見て夜の予報をっていうのはちょっと無理なんですね、はいはいはい、なので5時以降に予報を開けていただくといいかと思います。じゃあ5時になってから見たらちょっとね安心ですね、はいはい、うん、だから、まあ、自分らはもうそれが楽しみですね、うん、11時にならないかな、5時にならないかなっていうの待ってるんですね、はい、待ってます、この1日2回の更新を、はい、はい、待ってます、はいはいはい、そうですね、まあ、そういうのでいろいろこの気象情報に慣れていただくのも一つの、うん、この安全を確保する手かなと思います、うん、情報をどうやって活用するかとかっていうのはもう皆さんのですね、生活スタイルですとか環境、住環境なんかにもよりますので、ぜひですね、周囲の環境をチェックするのと同時にこういう情報に慣れていただくっていうこともしていただきたいです、うん、先ほどのこの警戒、防災の
警戒レベルのところの、はい、こう取るべき行動とかも書いてあるんですけど、はい、5段階の中で、はい、で結構、ね、自らの避難の判断をしてくださいとか最後にね書かれてたりするんですけど、はい、やっぱり一人一人いる場所も違うし、そうですね、はい、このいろんなね気象庁の情報とか、はい、この防災無線からの情報とかも頼りにするけど、はい、今自分が目の前で起こっていることを自分の目でちゃんと見て判断するっていうのが大事ですよね、はい、それが多分すごく大事だと思います。なので、まあ、この前回も言いましたけれども、その例えば風がこっちから入ってきたらどう吹くかとか、そんなのもですね、まあ、ちょっと細かいことになるんですけども時々チェックしていただくといいかと思います。雨がどれぐらい降ったらここの水路の水がどれぐらい上がるのかとか、そういうのもですね時々見ていただくといいかと思います。まあ天気予報気象庁のホームページだったり、はい、普段から見ててでチェックしてで目で、はい、自分の目でも見て、はい、っていうのを普段からやってるといざという時に、ね、はい、焦らないで、はい、すぐ判断できるかなと、はい、そうですね。あともう一つはですね、ご家族の中で話し合っていただくっていうのも大事かと思います。避難した時にどうするのか、どういう連絡方法があるのかとか、もしかしたらこの災害時に携帯電話が使えなくなることとかもあるので、そういう場合にじゃあ避難場所に行って会おうねとか、そういうお話もされてるといいかと思います。普段ね便利に携帯スマホで連絡取ってると思いますけど、はい、災害時は当てにならないですからね。そうなんですよ。なので、避難場所っていうのは非常に大事だと思います。確認して、もう皆さん無事だなっていうのをやっぱお互いに確認するっていうのがすごく安心感につながると思いますんで、ぜひそれはやっていただきたいです。避難経路をこう自分がよくいる場所とか家とかからの避難経路とね、はい、確認して、はい、家族でね、はい、でここがここで集合しようって決めて、はい、ここがダメだったらこっちとか、はいはい、そうですね、うん、はい、そのようにしていただくと会えるかと思いますんで、会えなくなっちゃうっていうのがすごくやっぱ不安になると思いますんで、そこがやっぱり怖いですね、はい。でもじゃあいろんなこと想定してそれも決めないと。そうですね。なのでまあこの大変ですね、この今回のこの、豪雨でですね被害に遭われた方はもう本当にこちらとしても察することしかできなくて何もできないんですけども、まあ、こういう被害事例があるのでそこから学べることもあるかと思うんですよ。まあ、それがですねその被災された方に、対するですね、一つのこの答えっていうかですね、はい、になるかなと思いますんで、はいはい、ぜひですねそういうお話とかも聞けるんだって聞いた方がいいと思いますね。ツイキャスでね、はい、ミヤさんが黒はビビるよねってこのレベル5の私もびっくりしました。見ることないだろうなと思ってたんですよ。なんとなく黒はでも黒きたと思って黒きたっていう感じですかね。あとスマホなかったら困るなって、はい、ね、だから連絡取り合うのにやっぱりスマホに頼りすぎてるようにそうです ね、はい、当たり前のように、ね、はい、なってると思うんで、そうですね、そこをやっぱりちょっと話し合われた方がいいですね。ご家族でスマホがなくても、はい、待ち合わせできるように、はい、昔はスマホとかなかったんで例えばデートなんかでもどこそこで待ち合わせなんていうやり方でやってたんで、はい、そんなのはできるかもしれないんですけど今もう本当に頼ってるんで、はいはいはい、待ち合わせなんかでも携帯使いますよね。うん、したら避難所行って携帯使っても使えなかったりとかするんで、絶対もうそこにいるんだっていうことをやっぱりあらかじめ話し合っておくといいかと思います。はい、あとですね、はい、そうですね、ちょっと時間があったんでこの九州というか令和2年7月豪雨の場合この梅雨前線の影響ってことなんですけど、はい、いろんなこのそこにこう線上にこう流れがこう同じ流れが来るっていうのはいろんなことが影響し合ってるんですか。はいはいはい、そうですね、今回はそのもうちょっと大きい話になりますけども、インド洋ダイポールモードが出てるんじゃないかなって言われてまして、インド洋ダイポールモード、はい、インド洋の海水温がちょっと移動したりするんですね。それがちょっと今年は東寄りに出てるのかなっていう話がありまして、そこ
こで、まあ、上昇気流の関係、下降気流の関係とかで、梅雨前線が抑えられてるっていうのと、あともう一つは偏西風の蛇行が今言われてまして、この偏西風の蛇行によって、黄海付近に低気圧ができるっていう、それが梅雨前線を刺激して、すごい雨になったっていうふうな、言われ方もします。うん、まあ、もうちょっとこれは多分調査しないとわからないことだと思うんですけども、ただですね、まだ心配なのはですね、本来ならもう九州南部梅雨明けしてていい時期なんですが、まだしてなくてですね、この、梅雨前線南下してるんで、また今からですね梅雨前線かかってくるうーんですね、するとこの被災された方ももうちょっと大変な思いになってしまう。土砂災害とかね。そうですね、土砂災害とかもあるので、ちょっともう被害がですね小さいことを祈るばかりですね。はい、分かりました。普段からねそういうね細かい どうなってこう起こったとかいうのも気にするのも大事ですよね。はい、はい、ではこの、ま、50年に一度っていう言われ方しますけど、ま、そういう言葉通りではなくて、いつ来てもおかしくないっていう時代だよっていうお話とか、ね、はい、普段からね家族で話し合ってくださいっていうお話でした。はい、今日ありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、気象予報士の毛田徹さんでした。ライフサポートラジオ、安心安全な生活を送るために FM 宜野湾より田辺由紀がお送りしました。いざという時に行動できるよう備えましょう。それではまた来週、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。